ちゃいい匂いします。はい。です。今日はエビデンジの皆様が岡山に来られた時にはですね、ライブとかで、はい、ぜひ岡山の名物を差し入れさせていただきましょうということで、本日お邪魔させていただきました。ありがとうございます。これ後ほど召し上がっていただくんですけど、本日は、肉まんになってます。はい、こちらの三品というお店でして、ネットとかだったらもう1年半待ちとか、毎日ネットテレビでも1年半待ち、非常に有名な豚まんです。豚まんです。ぜひちょっと後ほど、はい、いただきます。じゃあ早速なんですけど、お一人ずつから、はい、山下のメッセージと自己紹介からメッセージをいただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、TJBB のリーダー田中翔です。山下さん、いつものすけと一緒にご飯を連れて行ってもらってるんですけども、最近ちょっと行けてないので、ぜひまた一緒に行きましょう。お願いします。はい、パフォーマーの桑原拓海です。好きな食べ物は肉まんです。なんでめちゃくちゃ嬉しいです。い、山下さん、ありがとうございます。はい、ボードの生まれゆみです。2年前ぐらいに山椒くんと朝の9時までカラオケにいたきり、一回も会えてないのでマジで、それはそれします。気になる。はい、ボーカルの宮崎です。山椒さんのダンスめちゃめちゃ好きです。よろしくお願いします。はい、ボーカルの石川琴です。僕も食べることが大好きなので、僕もご飯に連れてってください。お願いします。お願いします。パフォーマーの佐藤ひなたです。山椒さん の, あのライブで16人をこう束ねてる姿、かっこいいです。お願いします。はい、パフォーマーの佐藤翔太です。今19歳で、あと1年でお酒が飲めるようになるので、ぜひ一緒にご飯に行かせていただきたいです。お願いします。はい、パフォーマーの之助です。山椒くんとお寿司の予約をずっとしてるんですけど、全然行けなくて、ちょっと申し訳ないんですけど、今月こそは行きたいです。よろしくお願いします。はい、パフォーマーの中村葵です。山椒さんの笑った時の優しい笑顔が大好きです。岡山県の いいところたくさん教えてください。パフォーマーの藤丸美です。差し入れありがとうございます。山椒さんともし京都でご一緒になったら、僕は京都をおもてなししたいと思います。お願いします。2回目ですね。はい、武者修行の時に、武者修行、はい、なんかこう岡山の印象俺あるよという方がおられたら、なんか印象とか、きびだんごだと思うんで、きびだんごメンバーでめちゃめちゃ食べた思い出があります。写真撮った写真撮った写真撮った、めっちゃ置いてあって、きびだんごいっぱいありました。駅前に桃、うわっ、なんか、あ、丸かじり、丸かじり、うわっ、売ってた、あれが、そうだ、超覚えてる、みんなで買って、駅で丸かじり、本当の桃ですか。はい、キンキンに冷えてるやつで、串めっちゃうまい。なんかイベントかなんかで、はい、屋台みたいな、美味しかったですか。めちゃめちゃ美味しかった。超美味しかった。他ありましたら、修学旅行で来たことある。小学校の修学旅行、岡山の倉敷美観地区、はい、行きましたね。こまさに山椒の地元です。もう地元なんです。ガチ地元です。このアートフィルムっていう YouTube チャンネルで山椒紹介の回があるので、ぜひ見ていただけるということは見てないという、いや、そうですよね、見てますね。ぜひ見てください。皆さんの印象見てみますか。メッセージを受け止まっております。まさに EXILE、 EXILE THE SECOND、 THE RAMPAGE の遺伝子を受け継ぐものとして愛久しいグループで、
グループの形態もザ・ランページと似ていてかなり親近感が強いです。圧倒的なパフォーマンス力とボーカルの伸び伸びとした歌声を武器にこれからたくさんの場面場所で暴れまくってくれることでしょう。期待しています。会って話してみるとこうみんな高青年で地獄を人に地獄あ人にチームがまとまっていて見ていて可愛らしいです。ダンス悲しすぎなのでほどほどにしておいてください終わりな方がね。本当それこそ自分たち10人組グループなんですけどやっぱり16人いるランページさんのこうクリエイティブ面で結構山城さんこう率先して動いてるイメージがあるんでよくこの16人をこ うまくこうまとめてるなっていうのはすごいなって思いました。それこそライブの演出とかもすごい山城さんが担当してるって聞きしてそれめっちゃすごいなって思いました。振り付けも結構してますね、すごいな。それこそねご飯に行った時はもうすごいな優しくなんかランページはこういう感じだから、まあ、こういうことがあったら、まあ、みんなで話し合ってなんかこうやったりとか何かあったら俺らに相談してねみたいなのをそう言ってくれたりとかしてなんかすごいなんか兄貴的な本当感じがすごくあってなんかすごい嬉しかったですね。ありがとうございます。山下からあの質問といいますか皆さんにございます。ランページで推しのメンバーを1人皆さんからいただきたいと。この流れ的にどうなんでしょうか。山城さんから来てる。推しのメンバーを教えてほしい。山城さんも含めて。はい、ぜひ受け入れていただいて、まあ、本人のメッセージまんま読ませていただくとザ・ランページと近い距離にいると思う TJBB の皆さんですが推しメンバーをお願いします。山城さんがそれを聞いてる。そういうことです。なるほど。うわ、やばいじゃん。選びきれないな。じゃあさっきこっちからだったんで。やめたね。はい、ジンさんです、僕は。やっぱもうリーダーとしてです。まとめてはすごいと思います。書店やましょう。僕、竹内海生さんです。すごいお話しした際にものすごく優しくて、こう、想像していたよりも本当にすごく優しく喋っていただいたんですけど、あと僕のお母さんが本当に山城さんのことをいつも言ってましたお母さん僕は山城さんですかね。やっぱこう一番お世話になってるというか、まあ今や翔くんも一緒にお世話になってるんですけど、すごい2人にはすごいご飯も誘っていただいてよくしてくれてるので山城くん推しです。はい、僕は浦川翔平さんです。僕はアクロバットすごい好きなんで翔平さんのアクロバットを見てるとすごい僕も勉強したいなっていうの、好きなんですけど、山翔さんとまだあまり喋れていないのでこれからちょっとご飯とかいろいろ行かせてください。僕はもう本当にそれこそ選びきれないんですけど、たくまさんですかね。たくまさんすごいヒップホップ昔から大好きで、たくまさんの踊りも大好きですね。山城さん大好きです。はい、僕は、カズマさんが好きなんですけど僕はもうLDH 入る前から大好きで大尊敬してる方で、でも山城さんの去年の BOT とエキスポのそのソロの部分がめちゃくちゃ好きで、めちゃくちゃかっこよくて、あれ、ね、ダンス、山城さんのダンスめちゃくちゃ好きです。はい、僕は誠くんで、もうファッションとかもすごい違ういいしかっこいいし、あとイケメンなので。朝大丈夫ですね。僕はリクさんです。やっぱボーカリストとして尊敬しますし、男としてもかっこいいなと思ってます。でも山城くんのすごいダンスと、山城くん本当にお酒強いのですごいリスペクトします僕は与那嶺瑠衣さんです。まあ、一緒に踊らせていただいたりとかすごくこう気にかけてくださって本当に感謝しています。でも山城さん少し話させていただいてとても優しい方だったので大好きです。はい、僕はランページさんはすごい好きだから、たくさんジンさんからいろんな方に言うんですけど、やっぱり山城さんが推しです。
まんじゅう、まんじゅうじゃない、豚まんじゅう。まんじゅう、そっちだよ、そっちだ、完璧やん、自由な感じで食べてもらえます。よし、できる。え、ベリーシメントとかやってたり、え、うまそう。肉まんがね、中華総菜、あれ、醤油もあります。山椒さん、いただきます。いただきます。いただきます。山椒さん、いただきます。香りがやばい。うわっ、まんだ、えぐい、卵が出てきた。え、え、え、マンゴー、ほんとうまい。うまっ、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 うまいです。山椒さん、推しです。うまっ、え、これうまいな、パウダーうまっ、うまっ、餃子のでかいバーや、うわっ、餃子の餃子、ほらな肉だ、うまっ、みんなマスタードおすすめ、マジでうまい、マスタードかけたい、マスタードかけたい、やばい、タレとからしやばい、マスタード、タレうまっ、タレやばいでしょ、タレめっちゃうまい、うまい、匂いがちょっと、あの、甘い系や、醤油だね、ちょっとあれだ、当てるのに、お酢も入ってるね、柚子も入ってる、うまっ、やばーい、え、角煮入ってる、え、そうですよね、チャーシューです、チャーシュー、これです、これよ、一年半、これみんなカレーつけた方がいい、めっちゃうまい、カレーやばいわ、カレーかけた人、はい、お酢が、お酢いいな、醤油だ、これ、そうです、あれ、餃子のタレだ、そうそう、マジで餃子のタレ、わぁ、よかったです。いや、もう、お肉ホロホロで、うまぁ、タレも味変になってね、おいです。吸収されるのかな、パンパンとか、エネルギー、ごちそうさまでした、ごちそうさまです。まんじゅうが、ずら入ってるやばい、なんかかっこいいね、やっぱ一人一個か、ごめんなさい。いやいや、違う違う、そんぐらい、そんぐらい美味しくない、絶対正解。これも貼る。これも可愛い。どこに貼ろう。貼りました。え、こういうの箸、これは。箸足りです。真ん中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 。真ん、これでランペさんを倒します。俺もこのコントローラーでスマブラで頑張ります。よっしゃ、ね、これで勝てるな。でも山椒君と戦ったことがあるよな。山椒さん何使うんだろうけど、やめてます。かわいい、裏にも貼っておきます。僕たちのセカンド EP が7月24日に発売されます。はい、ありがとうございます。まあ、リード曲、What Time Is It? なんですけれども、うん、3曲入りで、はい、リード曲の方はですね、まあ、時間をテーマとした楽曲で、はい、無駄な時間を過ごさずに、うん、自分たちの夢を叶えるための時間を使っていくという、そんな、意味が込められた楽曲で、すごくあの遊び心のある、うん、曲調で聴きどころ満載だと思いますので、はい、ぜひ、セカンド EP 聴いていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。じゃあ本日は TJBB の皆さんの楽屋におもてなしをお邪魔しました。ありがとうござい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 ました。おもてなされました。ありがとうございました。今日パフォーマンスかまします。よっしゃ、頑張ろう。ありがとうございました。最高です。はい、させていただきたい。ここ、いない方がいいですね。
はい、じゃあお願いします。